エミー賞グランプリは、才能を惜しまれつつ、世を去ったコメディ女優の牧野エミの業績を記念し、優秀なコメディエンヌを選び表彰して称える賞である。毎年、エミー賞に応募したコメディ女優を対象に選考され、優勝者には、金のエミー像と副賞が授与される。原則的に、コメディ女優を対象とした賞であり、選考対象は、 小牧の絵美に悲見するようなスタイリッシュで面白い女優とされている。受賞者には、エミー像と呼ばれる、牧の絵美を模した彫像と副賞を贈られる。また、個人に贈られるエミー賞とは別に、作品賞もあり、作品賞の受賞者には、銀のエミー像のみが授与される。会場では、審査員の審査とともに観客による投票が行われ、受賞式が行われる。なお、 大会の実行委員長は、牧野恵美と劇団売名行為や劇団マザーを結成し、演劇活動を共にした増武氏が務めている。エミー賞グランプリは、もともと2016年に行われた牧野恵美の追悼イベント、エミちゃん祭りから一コーナーとして始まった。厳密に言えば、エミー賞の第1回は、エミちゃん祭りの賞ーレース部分が独立したものである。 翌2017年以降のエミショー賞グランプリは区別のためタイトルの後に年号が付されている。また2020年11月現在、エミちゃん祭りはエミショー賞グランプリ受賞式の前日に行われており、エミー賞受賞式の前夜祭り的な性格を帯びたトークイベントとして催されている。両方のイベントをまとめてエミフェスと呼ぶこともある。一時選考は審査員による投票。 温泉は、審査員と共に観客による投票が行われ、所定の賞を授与される。原則として20歳から、牧野恵美が世を去った、年齢53歳までの女優を対象としている。また個人だけでなく、5人までの団体での参加も可能である。審査項目にはないが、コメディ力、芝居力があるだけでなく、品性があることが大きく問われる。 本戦での審査をする審査委員には、エミー賞実行委員以外にも多彩なゲストが参加している。エミー賞受賞式会場である、近鉄アート館、エミー賞の本戦及び受賞式は、牧野エミにとって馴染みの深かった劇場、近鉄アート館でも様される。賞は、女優個人に授与されるエミー賞と、個人もしくは団体に与えられる作品賞とに分かれている。 エミー賞受賞者には、エミー像と共に副賞が贈られる。副賞の内容は以下の通り、ありがとうございます。